今回は、黒崎和井に師匠を据えるとしたら誰がいいと思う？に対する読者の反応集を紹介します。師匠据えるとしたら誰がいいかな？鈍感音痴。全くの新技術なのでありっちゃありなんだよな。オリザンパクトーブームであれこいつどのカテゴリーにも当てはまらないぞ。って再認識されたの面白すぎた。石田、禅師、一角あたり。うらいもん。白夜。グリム城ジャガージャック。アイゼン。ちゃん一が師匠できる気がしない。各方面のちゃん一の知り合いに指示させるか。精神面というか道徳面を重視したい。鈍感音痴しかいねえ。しょうがないけど死生観めっちゃくちゃなんだろうな。石田は何かにつけてクインシーにしようとしそうで面白そうだな。石田だとジッパーだらけの服かっこいいと洗脳されるし。こいつの黒ひつぎとか絶対ろくでもないよ。姉弟子が師匠って結構良くない？女の声の主義は水色から教わろう。ちゃん一は正直スペックは高いけど戦闘センスはって感じだったけどこの子はどうかな。ちゃん一もセンスは間違いなくある。敵に対して優しすぎる。アイゼンも認める鈍感音痴の評価すごいな。幼いうちから霊見えるどころかソウルソサエティも地獄も認識してるから一般人のこと会話噛み合わなすぎて大変そう。だからやっぱ良識ある鈍感音痴に面倒見てもらおう。現時点で地獄の誰かに指示してる可能性ある。ちゃん一はチョコラテなのが一番の問題だから、この子は絶対甘くない。逆にブレーキをかける役がいないとオーバーキルっちゃうのかな。ちゃん一は戦闘センスもめちゃくちゃ高いよ。ただ殺意ゼロだから殺し合いに向いてないだけ。ウルキオラだな。死んでるじゃねえか。こいつ絶対的に容赦しなさそうなんだよな。というか平然と始末しそう。しそうというかしたよね。殺してもみんないるとこに行くから問題ないと思ってそう。なんでこの少ない出番で鬼畜度 S 扱いが定着してんだよ。いちかちゃんが M っぽいのも悪いと思う。この年で死神の力とフルブリング使いこなせていつもニコニコしながら口先も達者とか、逆に鬼畜度 S 扱いされない方がおかしいだろ。誰に似たんだよこれ。大体ニコニコしてるのは織姫成分だろう多分、他はわからん。いろいろ混ざってる出自的に死神にせよクエンシーにせよ、どこか一勢力に属してる人から教わっても力使いこなせなさそうだし、そもそも能力関係は自前のセンスで扱えてそうだからやっぱ精神面を前世に持っていける人が必要。やはり鈍感音痴。なんであの二人からこの子供が生まれるんだよ。当たったら多死ぬ攻撃を繰り出しても避けろ、とか多分言わない。またねえって言いながら殺しそう。いいところに行けるからねえとか言いそう。吟醸とか？主役というよりラスボスが似合う。混ざりすぎてわけわからん存在になってるし、みんなでちゃんと面倒見ろ。織姫の笑顔と真の強さ、優派バッハの無慈悲さ、その結晶だ。やはり原因は家庭内別居。どんだけ鈍感音痴を済んだよ、全員小説履修済みかよ。本編だけでも子供たち守るために明らかに格上な化け物に立ち向かう善人だぞ。あそこだけ見てもアイゼンがちょっと当たりが柔らかいというか気を使ってるのはわかるよね。鈍感音痴舐めるなよ。人間性の良さではあのアイゼンすら褒めるレベルの善人だぞ。漫画内で見ても現世の霊能力者じゃ一番の人格者だよ。グリム城で頼む。おばあちゃんに一番近そう。よく考えてみたらみんないるのみんながおっかない地獄の番人とかの可能性もあんのかな。カズイにとっては楽しい遊び相手感覚なのかも。案外親世代よりずっと要領よく事態を収める才覚があるかもしれんし。だって見たいもん鈍感音痴。アイゼンか鈍感音痴じゃねえかな。知識と精神性を伸ばさないとと危なくて。両方つけて。善悪も曖昧な年齢で強すぎる力を持つ子供とか役以外の何者でもないすぎる。クインシーに預けてみてはどうか。こいつのスペック考えたらアイゼンぐらいしか務まらねえ。強さは問題ないけど精神面での指導はできるんだろうか。思想めっちゃ濃いやつになりそうだな。そりゃもう鈍感音痴連れてくるしかないんじゃないの？冗談抜きに。もう、和井くん霊王にしたらどうじゃろ。おしょうして。まだ霊王の資質持ってるかはわかりませんよおしょう。和井くんが戦いで苦戦する姿想像できないどころか、何かもうニコニコしてるだけで敵が戦意喪失するイメージしかできない。もしかすると、その男の名は観音寺というのではないかな？鈍観音寺は前にも強大なパワーを持つ子供たちの相手をしてたな。くしくもアイゼンが大好きな勇気の勇の字を息子の名前に入れてしまったちゃん一。地獄行ってるんだとしたらヤバいのはいけることじゃなくて戻れてる方。イチゴみたいに母親襲われても余裕で帰り討ちにできるな。あれ襲われなくてもどっちみち多品出たかもしれないし。
実際単純な戦闘能力で抑えつけて強制とか難しそうだし、カリスマ性で引きつけるくらいじゃないとか随君に何かを教えるとかできなさそうだし。このおっちゃん面白いで言うことを聞かせるしかない、愛禅か鈍感恩師だ。カズイが暴走した時に立ちふさがるドンの絵は想像しやすい。もう鈍感恩師しか思い浮かばない。キャルちゃんのおっぱいに埋もれてほしい。カズイくんのやってることって多分救済じゃなくて生贄。みんな何を言ってんだ、月島さんがすでに指示しているではないか。この子すでに地獄の誰かとお話とかしてない？大丈夫？やられたり曇ったりしてたイチゴからやったり曇らせたりするカズイに。息子の所要に曇り教育方針について苦悩するちゃん一。強さは放っておいても化け物クラスなんだからやっぱり鈍化。防衛をやめるんだって言いながらステッキ構えてる絵を見たことある気がしてきた。冷や汗だらだら。お前らの鈍感恩師への信頼が厚すぎる。精神面じゃこの漫画に出てくるやつで一番信頼できるし。鈍感恩師が人格者すぎるからこいつでいい。戦闘能力なんて最悪大したことなくてもあの高潔な精神があればやっていけるのがオサレ世界だから。なんならあの精神に釣られて愛禅ポップするまである。まあイチゴと織姫の息子だし大丈夫だろと思ってたらやべえやつだった。まず織姫の両親がやばいやつらだし。こういう純粋なふりしてやべえ子が敵にビビられながら無双していくの好きなんだ。カズイちょっと笑顔が怖くない？人を殺してもなんとも思わなそうな顔してるわ。そもそも殺したところで普通におしゃべりできるし遊べるのを知ってるからな。最高感ある。最後のページの笑顔は紛れもなく最高。順当に成長したらイチカちゃんとの強さの差がすごいことになりそう。もうすでに現時点ですごいことになってそう。親父と戦った中からだとドンパニーニとか。もう1日狩猟でもしたらちゃんイチ超えそう。カズイって現時点でイチゴより強い可能性すらあるでしょ。ここまでネリエルなし。才能云々とは別に地獄の門の開け方とかの知識はどこで仕入れたんだカズイくん。みんな開けられるんじゃないの？くらいは言う。地獄のやつと知り合いみたいだし実中ハックそいつらの入れ知恵だと思う。固有能力じゃなく場所指定もあるし。師匠つけるにも死神クインシーフルブリンガーでそれぞれ用意しないとスキル伸ばしきれなさそう。これこそ、残月のおっさんとホワイトさんしっかり知識つけたし今度こそ本当の師匠になれ。グリム城とかどうです？あんなヤンキーが面倒見ていくうちに不正に目覚めていくとか想像すると、興奮してきますよね。グリム城はいいとしても、君が興奮したせいで全て台無しだぞ。お父さん、こいつ弱いよ。本当に昔ライバルだったの？とか悪気なしに言いそうな子。ウェコムンドだとネリエルと奪い合いになるな。なんならハリベル様も面倒見良さそうだしな。ピッコロさんみたいな。まんまピッコロ枠じゃねえか。サイコ入ってるから、感受性豊かな師匠がいいな。日和とか？あんな雑魚に務まるかぁ。早めに処刑すべきだと思う。こらこら劇場版じゃないんだから。鈍感恩師を呼ぶから待って。なんというか、いろいろとタイミングが早すぎるんだよね。イチゴたちがほっとくわけないし、何か教える前段階なのに基礎スペック高くなりすぎて順番が狂ってる感ある。浦原さんと気質が合いそう。浦原さんなら教えてる側が足元救われることはなさそうだしいいかも。禅師と平子と愛禅と真由里様が止めるよう説得に来そう。精神面でもまあそこまで非常識なことにはならないと思うけど、大事なこと言わないところとか悪いところまで影響されそう。